さあ始まりましたリーダーの身だしなみのお時間です。この番組では身だしなみを通してあなたのビジネスの成功を演出する会社オーダーメイドスーツのマージンがお送りいたします。この番組では様々な業界からゲストをお呼びして知られざる業界話やそこに行き着いた経緯、ビジネスのノウハウなどを伺います。さらには、ゲストの方に身だしなみについての考え方なんかも伺えればと思っております。これを聞けばあなたの明日からの身だしなみが変わるかもしれない、そんな番組にしていきたいと思います。CM の後ですね、素敵なゲストを紹介して始めたいと思います。それでは一旦 CM です。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り、普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。ハーレーダビッドソン沖縄にハーレーカフェがオープン。美味しいスイーツを食べるならハーレーカフェ、ツーリングの休憩所にハーレーカフェ、ハーレー見るならハーレーカフェ。毎週日曜には沖縄カレーグランプリで優勝したカレーもメニューに登場。今すぐハーレーカフェへゴー。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。988-4782、沖縄ベタニアチャーチ。はい、始まりました。今回のゲストはですね、占いカウンセラーの秋山アンジェラアンリさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。占いカウンセラーということで、はい、そうですね、タロット占い限定なんですけど、はい、占いをしながら、相談者さんの悩みを聞いてカウンセリングをするっていうことをやってますね、はい、でその悩みに対して、そのカウンセリングだけで解決できないことは、別にセッションとして、うん、ヒーリングとか気候チャネリングっていうのもできるんですよ。あとでちょっと詳しく、はい、でそういうことを、はい、今これから仕事にしていきたいというような。そうですね、はい。じゃあ、そんな秋山さんゲストに招き、お話伺いたいと思います。もともと今お仕事は何やられてるんですか？今仕事は株のスクールのお客様対応と、あとスナックやってます。はい、株のスクールが月から金までで、はい、大体でも週4ですね。週4で、はい、シフト制でバイトなんですけど、でスナックは飲み会がない日はいつも入ってますね。飲み会がない日は。お酒は好きで。お酒は好きですね、日本酒が。スナックなんかだといろんなお客さん来ますからね。そうですね。なんか仕事も広がったりするんですか、じゃあそのタロットの。でもなんかそのやっぱ悩みとかある人は結構いるんで、そこでタロットはしないんですけど、いろいろ相談に乗って、ありがとう、元気出たよみたいなお声はいただきますね。だ結構楽しい場でもありつつ、なんかその悩みも解決できて元気になれるような場にしたいって思ってるんで、そのスナックのじゃあコンセプトが変わっちゃいそうな。そうですね、秋山さんの出勤日は。そうですね、ね、面白いですね。もともとそのタロットとかに興味を持ち始めたきっかけってのは何なんですか？はい、タロットなんかもともとカウンセラーをやろうと思ってたんですよ。でもそのカウンセラーやってますって言ってもなんかあんまりこう響かないというか、興味持たれないんで、でも占いやってるって言うとみんな興味持つんですよ。で、みんな占い好きなんだと思って、私も好きだしみんなも好きだし。確かに、やってやってって、ね、そうですそうです。結構楽しいんですよ。でなんか習ってみると、なんかタロットの絵一枚一枚にすごい意味があって物語になってるんですよね。へー、そうなんです。ただの絵じゃないんですよ、意味があって物語になってて、細かいところまでいろいろな意味がある、だからそれを知っていくのが楽しくてどんどんハマってって、じゃあこれは多分その悩んでる人に対しての、解決策を導くツールになるなと思って始めましたね。じゃあなんかこう人の悩みとかを解決したいとか、その、カウンセラーやりたかったっていうところがきっかけではあるんですね。そうですね。なんかこうそういうコンサルみたいな、はい、例えばこうお悩み解決っていうのは、なんでそういうのに興味持ったんですか？
もともと私すごいあの鬱だった経験があって。あ、そうですか。なんかもう高校生ぐらいの時に本当に拒食症になってご飯食べれなくて、ガリガリになって、ガリガリで35キロまで行きましたね。ご身長155です。であと1キロ痩せたら入院って言われて、うわそうなんです。その時がなんか結構愛に飢えてたりとか、そのなんか人生でもさまよっちゃってたんですよね。 何したらいいかも分かんないし楽しくないし、うん、みんなからいじめられたりとか失恋したりとかいろいろあって病んでる時に、うん、なんか人に救われたんですよ。うん、結構私のことを助けてくれる人が現れて、でそこからあのだんだんこうメンタルが治ってきたんですね。ああ、じゃあその人のおかげで。そうです。なので私も同じようにこう心の内側で誰かの助けを求めてる人の救いになりたいなって、その経験があったからこそ悩みを抱えてる人をこう絶対力になれると思うんですよ、そういう経験があるんで、はいはい、だからやっていきたいなって、それがきっかけですね。へえ。やっぱりタロットっていうのは人の内面をすごく分かるツールなんですか？そうですね。今どういう状況なのかとか、その何がうまくいってないのかとか、そのまあ恋愛に関しても仕事に関しても人間関係なんでもそうなんですけど、へー、何がこれが問題だからあなた今うまくいってないんですよっていうのが明確になるんで。怖いですね。怖いですか？すごいことですよね。すごい。怖いというか、まあ、あの分かっちゃうんですね。そうです、そうなんです。なんか結構みんな分かんないから未来のことも不安になったりだとか、例えば恋人も相手が分かんないから占いに来て彼どう思ってるんですかとかって聞くんですよね。確かに、うん、それが分かればまあ安心につながるし、その問題解決のあこれがいけないんだってのが分かるんで解決策が見えてくるんですよね。でちゃんと解決策も出してくれるんですタロットって。すごいです。聞いてるとやりたくなりますよね。ありがとうございます。今までじゃあ何人ぐらいそういうこうカウンセリングしてきたことがあるんですか？はい、今までは結構そのなんだろう形になってなくて、うんうんうん、本当に今年に入ってからちゃんとその対面1対1でセッションという形でやってるんですけど、うん、それまでは本当友達となんか軽い相談みたいな、わかります？友達同士で今日こんなことあってさ、あこうしたらいいよみたいな軽い相談みたいな感じだったんで、うん、カウンセリングっぽくはなかったですね。タロットも使ってなかったし、はい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 、うん、なので本当駆け出しです。駆け出しで。でもこう例えば今後どういうふうに、うん、そのこの事業というか、はい、はこう収入にしていきたいとかいう考えがあったりするんですか？そうですね、収入にしていきたいですね。なんだろう、私今借金が850万あるんですよ。これすごく、ね、驚きな話。そうなんですよ、よく言われます。今ご年齢も聞いても大丈夫ですか？あ、大丈夫です。私今20、もうすぐ6になります。26で、はい、すごい劇的な人生を。はい。で、なんだろう、ここで、まあ、1年後に会社を辞めるって決めてるんですけど、会社を辞めて借金も850万返済して、うん、で個人で活動してるってなったら多分いろんな人の希望になれると思うんですよ。確かにね、うん、なんか会社勤めがいけないってわけじゃ全然ないんですけど、うん、でもそれだけが道じゃないよっていうのをすごく伝えたくて、うん、なんかいろんな道があるじゃないですか、はいはいはい、個人事業主とか、まあ、趣味を仕事にしたり好きなことを仕事にしたりって道もあるので、うんうんうん、なんかそういうことをやってても借金850万余裕で返せるよみたいなのを見せたいんですよ。まあ、その経験として実践したことを話すっていうのはすごく大きいですよね、はい、そうですね、そうなんです。なんでだから、うん、その、まあ、独立したいっていうのがありますね。希望の光になれたら毎月こうでも返済に追われるなかなかメンタル的にも苦しかったりしませんか？あ、そういう時期もありました。なんかもう通り過ぎた、通り過ぎました。もう楽しいですもん今。あ、そうですか。すごい力になりますね。いや、そうなんですよ。だってこの850万例えば1年とかで返したらすごい経験だし学びも多分すごい大きいんですよ、うん、だしね、みんなえすごーってなるじゃないですか。なります、なります。私もいけるかもしれないと思うんですよ。確かに絶対希望になると思うんで、なんかワクワクでしかないですね。借金返すの楽しみみたいな。今もうその、はい、なんで850万円できたのかって、はい、多分
聞いてる人は、はい、ああ確かに、まあ、言っていい話であれば、あ、全然私隠すことないんで何も。じゃあちょっとお聞きしてもいいですか。はい、あのまず350万が奨学金なんですよ。はい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 、言ってるうちに分かんなくなるのでちょっと計算しといてくださいね。350万が奨学金で、うんうんうん、で50万があの夢を叶える塾みたいなのに通って、そこで気候とチャネリングをあの伝授してもらうんですよ。夢を叶える塾みたいな、はい、ど真ん中塾って言うんですけど、何ですかねそれ。はい、なんか夢が叶っちゃう、すごい、夢が叶うプロセスを教えてくれたりとか、そういう気候チャネリングっていうのを伝授してもらう、まあ、それはあのセッションに使おうと思って取ったんですけど、あ、それ50万ですね、はいはいはい、と、100万が、カードローンで自己投資ですね。カードローンで自己投資、なるほどなるほど、はい、自分のために使った、自分のために使いました。これチャネリングとか、あ、チャネリングじゃない、ヒーリングとか、あと体をきれいにするためにあのデトックスをしようと思って、デトックスの製品、うん、ハーブを買ってとか、そんな感じで決めた100万でしたと、騙されたお金100万と、そう、そうなんですよ。あと、何にだ、え、これもだ、あ、全然いいですよ。なんかエステを受けたんですよ。100万円分買って、はい、で毎月3万の引き落としなんですけど、うんうん、引き落としされる前に3万振り込みますよっていう契約だったんですよ。だから実質0円。うんうん、でも途中であの支払いが滞って。で結果あの解約して、うん、あの全額返金しますってなったんですけど、うん、まあ、毎月1万円払いますって、うん、まあ、額は下がったんですけど、うん、払いますって言ってたんですけど、なかなかあの支払われない。一応返すとは言って連絡もつくんですけど、うん、多分返ってこないかもしれないと思って。まあね、私がいけないんですけど。あと今いくらですか。今550万、残り150万。わかんない、何ぐらいかな、なんかわかんなかったですけどね。あと、なんだっけ、あ、人から借りてるお金20万と、はいはいはい、銀行が立て替えてるお金が30万、はい、と、カードが200万でしょ。まあ、いくらですか。カード150万。まあまあ、こんなとこですか。そうですね。あ、そんな感じかも。あれ、意外と少ない。ね、いけそうだったからあれですけど。そうですね。なんかもっとあるかと思った。夢を叶える塾、はい、さっきあの僕もお勤めのみじゃないんですよ、はい、まあ、個人事業で独立してやってるんで、はい、さっきお勤めだけがこの選択肢としてないあるわけじゃなくて、うん、なんて話したんじゃないか、はい、なんかそういうののなんかきっかけがあったんですか。こう会社辞める来年までにっていうのも何かこう、はい、うん、あ、なんかもともと子供のもう小学生の頃から、うん、なんで人間ってその生まれてきて、まあ、学校行って会社に行って結婚して子供産んで定年を迎えて退職するってい もう人生の流れがもう見えてるじゃないですか。うん、なのになんで生きるんだろうってすごい考える人だったんですよ。もう先が見えてるのに、そういう人生って分かってるのに何のために生きてるんだろうっていうふうのすごい考える人で、小学生か。で、大学卒業して社会人になってからなんかますますそれが強くなってきて、うん、なんで週5で8時間嫌なこと やってるんだろう私って。嫌なんですね。その時嫌でした仕事が、はいはい、今は楽しいですけど、なんでだろう嫌だなって思った時に、うん、出会う人が変わったんですよ。なんか個人事業主でやってる方だったりとか社長さんだったりっていう方とすごい出会う機会が増えて、あ、なんかこの人たちすごい輝いてるなって思ったんですよ。はあ、うん、なんか好きなこと仕事にしてて話すこともなんかすごくなんだろうな、まあ、自分の夢だったりかっこいいことも言ってるし、うん、めちゃくちゃ勉強になるし、私こっちの世界に行きたいと思ったんですよ。はあ、なるほど。両方見比べた時に会社勤めの人は結構愚痴とか、うんうんうん、なんか誰かの悪口とか言う人が多かったんですけど、うん、あの個人事業主あの社長は言わないんですよ、うん、プラスのことばっかりで、あ、なんかすごい成長になるなって居心地が良かったんです。意外とじゃあそっちにあのアンテナが合うんですね。そう、そうですね、ありがたいことに。たまたま知り合ったんですか、そういう個人事業の人だったり社長さんと。そうですね、きっかけはその私家電量販店で働いてたんですけど、あのなんか週に2、3回ぐらいヘルプで来てくれてた方が、うん、あの独立してエステをやってる女性の方だったんですよ。はいはいはい、その方が一番最初のきっかけですね。それ騙された人じゃないですよ。騙されたの
人じゃなくて会社ですね。その S の人にじゃなくて、ね、違います違います。なるほどなるほど。そういった個人でやってて。そうですそうです。すごくわかりますよ。わかります。僕なんかお勤めしてた頃に経営者ばっかりの集団に、うん、自分の得意先っていうかメインの仕事先が、はい、経営者の団体の組織に僕がスーツを販売しに行く仕事をしてたんで、まあ、その方々と関わって、まあ、すごく頭も柔軟だし、うん、勤めてる会社の中の枠の中での物事じゃなくて、うん、枠の外に出る話をいっぱいしてたので、あ、へえなんて。でだんだんそっちに頭、そのお客さんとばっかりこう話してるとだんだん頭がそっちにこうつられてきて、うん、でいいなって思う人がいて、うん、教えをこうて、うん、まあ、独立してっていう流れがあったんで、すごく言ってることも分かりますし、まあでも確かに独立してからって会社の愚痴って自分の愚痴に変わるじゃないですか、うん、自分に対して言ってるのと同じことなんで、うん、やっぱ言わなくなるっていうか、まあじゃあどうしていこうっていうふうにね、そうですね、切り替えますよね。そうなんですよ、めっちゃわかります。そこがじゃあ自分にもすごくピンときて、そうなんです、いいなっていうのが、はい。でもそこからはそういう、まあ、出会う人もそうですけど、結構YouTube とかで動画を見ながら勉強して、なんかこれ伝えたいなっていうのがすごく大きいんですよ。 ちなみに、うん、はい、僕もまあ見たり見なかったりなんですけど、はい、おすすめとか好きな人、好きな人は斉藤ひとりさんと、はい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 、鴨頭よしひとさんですね。あ、鴨ね、今すごい勢いですよね。すごい勢いですね。もうめっちゃ勉強してます。もうそれを伝えようと思ってます。その2人が言ってることと自分が経験したこと、うん、学んできたことをいろんな人に伝えていきたいんですよ。へえ、うん、だって今借金こんだけあるけど 100% 幸せですもん。すごい。幸福度 100% なんで、そう伝えていきたいんですよね。返せないわけなさそうですね。返せますよ絶対。はい、なんかね、そんな感じしかしないですね。やっぱそう思いますか。いや、でも前向きな方が絶対いいですね。いいですいいです。はい。で、まあそういう気持ちでの頭の意識で会う人っていうのはそういう人が多分集まってきやすいですし、いいね気でいければね。そうなんですよ。呼び寄せる人もね。そう、まさにですね。いろいろ発信してますよね、Facebook なんかもね。あ、そうです。ちょこちょこ僕も見たりしてます。ありがとうございます。そうなんです。LINE のタイムラインと、うん、Facebook にいいなと思ったことをめちゃくちゃ書いてるんですよね。はいはいはい、自分の言葉だったりシェアしたりとか他の人の。で結構。なんかそれを見てなんかすごい元気になったとか、うん、今ちょうどなんか悩んでたことにぴったりのもの書いてあった、ありがとうとか結構みんな来るんで、あ、やっぱ求めてるんだなこういうのってすごい感じます ね。鴨頭さんなんかね、はい、YouTube 講演家の人ですね。そうです、はい、いや大好きですね。うーん。でやっぱり成功してる人とかって、うん、その見えない領域をすごい勉強されてるというか、まあ、心の部分だったりとか、うんうんうん、そういうまあなんか宇宙の法則っていうのをなんかみんな当たり前だよねっていう、もう常識なんですよね。あ、そっちの人たちにとっては、はい、お金持ちの人だったり成功してる人、うん、でそうなんか当たり前だよねって言ってるようなことを普通の人に言うと、え、怪しいとか、うんうんうん、え、そう本当にみたいな、結構疑いかかる、あ、やっぱ違うんだって考え方も違うし、うん、なんかその受け入れ度っていうか素直さも多分違うのかなとかも思いつつ、結構その差を見てるのは面白いですね。何がその、まあ、一般の人じゃないですけど、はい、まあそういう人と成功してる人の違いっていうのは秋山さんからどういうところが違うんですか。なんかいろいろあると思うんですけど、考え方じゃないですかね。考え方、はい、全然考え方が違う、うん、見えない領域っていうのは、はい、ちょっと僕も知りたいんですけど、はい、宇宙の力、宇宙の法則とかですね。例えば物をこう落としたら下に落ちますよね、はい、重力が働くじゃないですか。それも実は重力の法則っていう宇宙の法則なんですよ、はい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 、っていう風に知らないだけである法則があって、うん、例えば、まあ、有名ですよね、引き寄せの法則とか。うん、なんか僕、あれってよく聞くんですけど、はいはいはい、つまりはどういうことですか。つまりは思考は現実化するです。あ、で
あの例えばあの意識ってこう顕在意識と潜在意識ってあるの分かります？はいはい、聞いたことあります。そう、 5% が顕在意識で自覚できてる意識、例えばお腹空いたなとか寒いなとか今自分これ考えてるって分かるところなんですけど、がそうです 5% で、残りの 95% は実は無意識なんですよ。うん、でここに何があるかって、例えば心臓動かしたり瞬きするのも全部無意識が動かしていて、動かそうと思ってやってるわけじゃないですよね。そうなんですよ、動かそうと思って動かしてたら死んで、あの寝てる時に死んでますからねそうですね、そうそうそう、とかあと幼い頃からの経験とかも全部潜在意識には残ってるんですよ。うーん、人から言われたこととかも。うーん、で何の話でしたっけ？思考が現実化するか。そうで、なんか例えば、あ、じゃあ思考が現実化するんだったら、じゃあお金持ち、俺はお金持ちだ、俺はお金持ちだって思おうってするじゃないですか。うん、で 5% がじゃあ俺はお金持ちだって思ったとしても、うん、残りの 95% がいやでも俺にはできないって思ってたら、俺にはできないが叶うんですよ。うん、へー、なるほど。だから思考は現実化するなんて嘘だって思っちゃうんですよみんな。うん、その潜在意識が何を考えてるかって分かんないんで。はあ、そっか、そっちが大事なんですね。そうです、95人と5人で綱引きしたら95人の数じゃないですか。そうですねでその潜在意識の書き換えをすると人生がもう180度変わるんですけど、うん、どうやって、じゃあ例えば俺はお金持ちだを潜在意識に入れるかっていうと、うん、めっちゃ言うんですよ。言う、アファーメーションって言うんですけど、うん、私はお金持ち、私はお金持ち、私はお金持ちって暇さえあれば言う、とにかく言う、とにかく言う、自分に言って、私は違うこと言ってます、違う言ってる、私綺麗っつってもう綺麗綺麗綺麗、そうそうそう、私綺麗って、あのそう、あーもうなんか話したいこといっぱいあるんですけど、もうね、どん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 飛んでっちゃうんですけど言われてなんだっけ、あ、何なの、思考は現実化するで、私は綺麗綺麗って言ったことが 95% の、そうで、言葉をあのもう本当自己暗示ですよね。ほうほうほう、言葉をどん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 言っていくことで潜在意識に入っていくんで、うん、あの聞いてるんですよ、うん、潜在意識って常に。なんであのよく付き合う人選べって言われるじゃないですか。付き合う、え、彼女とか、あ、違います、周りに一緒にいる人を選んだ方がいいよってよく言われるんですけど、うんうんうん、それなんでかっていうと、あの例えば一緒にいる人がよく愚痴を言う、うん、悪口を言うだったら、その潜在意識にずっと入ってくるんですよ。耳から入ってきたことは全部入ってくるんで、例えば疲れたとか、うざいとか、そういうマイナスな言葉が入ってくるとマイナスな出来事増えちゃうんですよ。へえ95の方に入っちゃうわけ、ね、そうなんですよ、染みついちゃうんですね。そうなんです。だからあのそういう仲良くする人は選んだ方がいいよって言われてるんですね。理にかなってるんですでもじゃあアンジェラさんの周りには結構こう、はい、プラスな人が、はい、もう本当多い、多いですね今見てる限りは。多いです。し、あと私はカウンセラーやってるんで、そのマイナスの人状態の人をプラスにするっていうのもやるんで、うんうん、一応そのあのマイナスが多い人もいます。うんうんうん、寄せられたりしないですか？そこなんですよすごい影響を受けやすいんで今修行中です。なるほど。でも多分あのそろそろですね、開花するのはというとあのそのブレない心を持てる。そうです、ブレない心、人に影響されないみたいな。なるほどそうなんです、まあ、要はパワースポットみたいな感じですね。うんうんうん、うん、あの神社って行く、みんな行くじゃないですか。はい、でなんかどんな感じします、神社行くと？すごく心が落ち着きますもん。ですよね。はい、なんでそんな感じです。でも神社ってどんだけマイナスの人がたくさん来てもブレないじゃないですか、ずっとその癒しのエネルギー出せるんで、うんうん、そんな感じになろうと歩くパワースポット。そう、なるほど、歩くパワースポットですすごい、すごいですね。ありがとうございます。アンジェラさんが来ればなんか落ち着くというか明るくなるというか。あ、そうなんです。あ、そうです、そうです。人の心に火を灯そうと思って生きてるんでいいですね。はい、ありがとうございます。一応あの、はい、この番組趣旨というか、はいはいはい、あの身だしなみについて。あ、すいません、全然。あ、ここいいです、いいです。僕はこういうラジオにしてるんで、はい、あのちょっともし、はい、見た目とか身だしなみだったり、はいはい、人にこう印象を与えるときに意識されていることとか、はい、今日も素敵なお洋服でいらっしゃるのでありがとうございます。なんかこう赤が好きだったりとかあったりするのかなって。好きですね。ちょっとそんな話も最後、はい、好きな色だったり、はい、身だしなみにとってなんか一色私はこれ入れてるんだとか、はいはい、そういうのあったらこだわりみたいな、こだわりみたいな簡単に。私あのこだわりすごいあって、はい、あの黒とか灰色茶色を着ないようにしてるんですよ。
あのお花の色、白い、はい、赤黄色みオレンジとか緑とかっていうのをつけよう、あの身につけようとしてます。なんでかっていうと、その黒って個性を消すんですよ、うん、で女の子ってやっぱ花があった方がいいんですよ、うん、でも男性も華やかな女性好きじゃないですか。そうですね、女の子も華やかだとハッピーだし、華やかな女性を見て男性もハッピーだし、みんなハッピーになるんですよ、うんうん、なんで暗い服は着ないと思ってますもう体現されてますね。体現してますね確かに黒はないですよね。そうなんですよ、ないですね。 あえてじゃあそこは意識して。そうなんです。黒い服を着てる子なんかはじゃあ、はい、ちょっとでも色入れたら明るくなるのになーなんて。そう、もったいないよって。可愛い人ほど結構なんか黒とかシックにね。そうなんです、もったいないよってうん、だからあとはなんかそういうなんだろうな、結構アクセサリーが好きで、まあ、ゴールド系だったりとか、なんかそのキラキラしたものをつけようと思ってます。あー、それもなんかいいオーラが出そうな。出そう出てますかねすいません、なんかね、はい、すごくまだまだ聞きたいこといっぱいあるんですけども、まだまだ話したいんですけどね。もしは第1回があればぜひ、はい、ぜひ、まあ、沖縄の人も聞いてますし、全国の人も聞けるんで、なんかあのいいつながりになればと思います。そうですね、 YouTube にも載っけますんで、はい、はい、ありがとうございます。今日は本当にあのありがとうございました。はい、ありがとうございました飲んで食って吸って吐いてしみる晩、明日の朝まで飲んで食って吸って吐いてしみる晩、明日の朝まで。